川根本町の夢の吊り橋は去年9月の台風15号の影響で遊歩道が崩落するなどし通行止めとなっていましたが、今日午前10時から通行を再開しました。安全祈願祭には園田靖国川根本町長らが参列し、近くの寸又峡温泉の関係者らが通行再開を喜んでいました。